ニコニコ生放送フルメイト、ご覧の皆さん、ガオレです。どうもー、ボーカルのキバです。ギターのケンタロです。ベースのトシです。ドラムの勝井です。というわけでですね、今回そのニコニコ生放送で、ガオレの、番組がですね、あったわけで、ありました。で、ガオレはですね、実は、今年はいろいろな活動がもうすでに発表されてまして、まずはですね、ゴールデンウィーク5月1日から8日まで、8日間連続で高田馬場クラブフェイズというところですね、ツーマンがあったりワンマンがあったりスリーマンがあったりという、イベントライブが決まってます。バトルゴールデンバトルウィーク、中にワンマンの日はしかもバトルガオレですね、いうのでやったりとかですね、もし、関東近郊にいらしたり、ゴールデンウィークで機会があるっていう方はぜひお越しください、その後ですね、狂い咲きジャパロックというタイトルで、5月の末から6月かけてですね、そうですね、北海道から九州まで、イベントツアーで回る機会もあります。こちらの方、ザ・カンムリさんをはじめ、バックドロップ・シンデレラだったり、さまざまなバンドと、その現地で違うバンドの方と面白いイベントツアーになっていると思いますので、よかったらこちらの方もですね、東京に来れないという方は来ていただいたらいかがかと思っております。で、その後には29周年、ずっとやってますからね、ガブルね。もうね、その後、ゴールデンウィーク中には、ライブも1300本を迎えるということですけども、29周年記念のライブが、東京だったり大阪だったりであったりします、このライブはですね、1枚で2人入る、1枚チケットで2人入るということで、お友達を誘ってぜひお越しください、でその後にアルバムとかもね、今レコーディングだいぶ進んでますので、出たりしますということで、ぜひそういう頑張ってるガーゴイルの番組見てくれたらどうかなと思いますよ、じゃあどうぞ一言ずつ、まあとにかく最初はその8日間連続のライブですね、毎日同じライブじゃ当然ないのと、8日間もあったら1日ぐらいみんな来てくれるよね、なので見に来てね、トシさん、前半がねやっぱり、ね、レコーディングとかで、ライブが少なかった分、今後あと5月から、目白推しのライブがずっと決まってますんで、もう年末まで結構な数決まってますんで、まだまだ発表ないところも、年末まではガーゴイル結構忙しく動いているぞと、よろしくお願いします、今年も、はい、ね、アルバムがすごいいい感じで今できてて、で、それが夏ぐらいには出ると思うんですけど、そこからもまたその新曲交えたライブもできるし、それまでもね、イベントのライブも盛りだくさんなんで、行ける機会は多いと思うんで、都合が合うときはぜひ来てくださいという、ガオル、今年29周年を迎える、バンドです。頑張ってるので、ぜひ番組の方もご覧ください。よろしくお願いします。